あ、ちょっと違います、それ顔が。お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わっちゃいました、すいません、間違えまして。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、アンパンもなこして、なこして。今日はまだ新たな顔の方が出てくださっておりますが、と実は、はい、こちらにおられる方は、はい、誰ですか。足場班のたけくんの奥さんでございます。奥様とお子様でございます。やっとデビュー、やっとデビュー、いやデビューする気じゃないけど、ね、たまたま本社にちょっと用事で今来てて、そうです、私たちなんで捕まえちゃったよと。捕まえました。捕まえちゃったよと。私たちはね、もう 何度かね、面識があるので、そうですね、たけくんの話をね、掘り葉掘り聞こうかなと。まあ、そうですね、皆さんも大好きな、だってなんかまあまあ名前は出るけど、あんまたけさんメインでそういう話とかないですもんね。あ、確かにね。そう、たけ見てるね、塗り替え道場の、ね、結構見る。塗り替え道場はプライベートを晒すのが大事。だって私チンコロされたし、逆にしていただかないと。今日は司会する逆に、そうです、たけくんの面白い話を、そうです、ちょっとね、ほりはほり聞いていこうかなと思います。お願いできたらと思います。6月19日大阪でとび職の方お待ちしております。何から聞く。いや、まず家でもあんな感じなんですか。なんかお調子者ではないですけど、結構なんかハイテンションとか。あ、そう、テンション高いよね。さすがにでも家じゃあんなハイテンションじゃない。確かに家帰っててずっとテンションしんどい。だってなんか結構なんかメンタルとか大きい子とかでなんかいろいろやってくれるじゃないですか。言わないです。あれはやっぱじゃあみんなの前でこう頑張ってテンション上げてやってたりとか。頑張ってるっていうか本当にでも楽しいからとか。まあノリでやってるみたいな感じなんですね。私にまでずっと私が疲れますね、それだと。どっちかっていうと笑わせてくれる系な感じ。笑わせてくる系ですね。そうだね、仕事中とかでもなんか動画回っててもそうだもんね。なんかこう面白いことをやってくれたりも。自分なりに面白いこと、自分なりそれ面白くないって言ってるからね。ジュース、お茶入ってるじゃん。じゃあこっちは甘いのあるよ。おいちいそれ嫌なの。最近のねあちゃん、ふんすぐ。料理はどうなんすか。あ、そうじゃん、料理動画見た。見ました。え、待って、じゃあ見て率直な感想は。え、なんかすごい格好つけてんな。格好なんか自分を本当によく見せようと頑張ってる感じ。あの動画でさ、なんかもっと素でいいのに無駄に頑張っちゃってる感じ。あ、そうなんですね。家でも料理作ってくれるの。全く作んないです。全く作んないですか。なんかあの動画でも結構頑張れますみたいなね。作れる、やってますよ系出てたんですけどね。確かに本当に2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらい。あ、でもやるんだ、コントで多いじゃん。やってって言えばですよ、でも。あの、じゃあさ、何作っとったっけ、たけくん。あん中で作ってくれたものある？スープだけです。スープ？でも私たちが飲んだら本当に面白いですが、味がちょっとなくてですね。はい、こちらの動画。来た。飲めなくはない。なんかまずいもんみたいな。なにこれ。もう二度と料理せ。大丈夫かメンタル。ノメンタル。だんだん声ちっちゃくなってくるじゃん。どうなんですか、それ味的には。私は普通に美味しかったです。じゃあ、あの日が失敗なのか。失敗、だから味にしんかったからだって。かっこつけてめちゃ言うやん。ボロカスリアスやん。本当にでもそうじゃない。ね。ね、パパ。パパかっこつけとるね。うんって面白い。もうガン見されてるだけです。でも手際が良かったよ。そうめっちゃ確かに良かったです、ね、なんかめっちゃ余裕が出てて、で早いみたいな。本当も使えるし、できるには多分できる。どっかの誰かの彼氏さんなんかジャガイモこうやって剥いとったからね、皮。誰ですか。こんな剥き方してる人初めて見たもんね。でも料理楽しいって言ってたっすよ。いや、であれ以来やってないでしょ。やってないですね。で、ご飯もやる。え、じゃあ子供の面倒は。最近やっと。最近なんすか、見てくれる。本当に最近ですね。本当に携帯いじってテレビ見せるとかばっかだし。あ、最近はでも本当に遊んでくれる。お風呂とかは役割分担。お風呂は毎日。お風呂は毎日入れてくれる。同じです。そうだって、その間にご飯やったりとかさ、まあ、いろいろできることが増えたりする。唯一だってお風呂入ってる時が一人時間じゃない。ね、ありがとう。子供大好きだよね。大好きです。ね、子供好きだよね。全力で遊びますもんね。昨日も全力で遊びましたもんね。ガチで追っかけてましたからね。ね。あと何があるんですか。たけくんの。たけくんのなんかあり
だって出てこないじゃあ、たけくんも一言で言うとどんな人？どんな人？うん、サルさん。サルさん？なんか小学生、幼稚園児とか本当に。なんか少年って感じ。少年。確かに一番少年気質あるかもね。すぐそうやってしょぼんってなっちゃうし。でも大丈夫って言ったけど。復活するし。あ、26か。6か。今年6。今年6です。セイラさんも同い年？今年25です。1個下なんだ。あ、でももうすぐに態度に出ちゃうんで。帰ってきた時にすごいテンションがいいと、え、なんかいいことあったのとか、まあ、テンションが低い時だとなんかあったみたいな。わかりやすい。わかりやすい。本当に激しいから。はい。ダチョウ。ダチョウ。ダチョウ。ありがとう。一生あのまんまっぽくない？そうですかね。30になっても40になってもあのままっぽくない？それはいいですかね。まあいつまでも若々しいってことですか。まあよく言えばそうですよね。うん、そうそう、よく言えばね。悪く言えばいつまでも楽器みたいな感じですよね。だから言っちゃえば。でもタケ君は本当になんか優しいね。気遣いはできるよね。本当に優しいですよ。なんかよく見とるなって思う。一緒にご飯食べに行ったらやっぱセイナちゃんのことずっと気にかけとるもんね。かけとる、全然気にかけとるよ。それはある。昨日もなんか話しかけてあげたりしてました。確かに。だから今、一応全員あったよね、足ご飯。いや、みっちみっち、そっか、みっちくん待ってないのか、うん、誰が一番印象悪い？いや、聞き方、うん、それ答えたら印象悪い人しか。あ、そうか、誰が一応なんか絡みづらいとか、絡みづらい、話しかけづらいとか。職人って結構ぶっきらぼうっていうかさ、うん、ちょっとなんかオラオラな感じっていうかさ、うん、動画見てての印象、ショウさんがすごいおしゃべりなイメージが自分であったから、最初に本当に12月とか会った時に、うんうん、あれなんか意外と喋んないみたいな。確かに。いや、合ってる、正解。ちょっと怖い人なのかなとか。でも結局この足ご飯ね、やっぱ翔くん、カンタここは絶対喋りかけづらいって言われてる。なんかね、喋りかけるのオーラが出たんだって。なんか動画ではすごい、そう、動画で見るとめちゃくちゃいい人そうに見えるけどね。みんなさすが動画の、ありがとう。私はそれと慣れてるってのも多分あるんですよね。ありがとう。そうですね。たけくんがじゃあさ、こっちに、まあ、出てくるっていうか、こっちで仕事するってなった時はさ、すんなりいいよみたいな感じだったの？塗り替え道場に来ようって決めた時、うん、日の前に、何時間前に、あ、じゃあもうここやめなきゃってなったんですよ、滝が、うん、で、どうしようって、あ、じゃあ塗り替え道場行きたいみたいな、うん、で、私に別に許可なく、じゃあ面談申し込んじゃったあ、だからもう決定事項みたいな感じですよね。それで試しに1ヶ月じゃあこっち来て、自分に合わなかったらじゃあこっちの静岡で地元で探すっていう。タケってもう決めちゃったらもう、あ、これって決めたらもうこれなんだ。これなんで、じゃあもう挑戦したいからとかって言ってるし、まあ隣の県だし。でもそれで送り出すでなかなかすごいと思うけどね。いや、だってさ、まあ、一緒に来るのも悩むな。だって子供がまだちっちゃいじゃん。一人でやってかなかんしさ。確かに。で、なんかあってもね、やっぱり隣の県とはいえ、決定事項で言われたら、はぁってなるな。多分なりますよ、私たちだ。事前に相談して今回ってなるよね。で、今どう？実際名古屋出てきて。まあでも、竹的には良かったんだろうなって、本当に。思いますね。塗り替え道場入って、すごい。できましたか、社長。今、素敵な言葉をいただきました、はい、私たちの今日の仕事はこれです。この言葉を聞けてよかった、はい、この言葉が出るまで終われ待てみたいな感じですよね。あの、社長は、あの、人の幸せは俺の幸せだ、従業員の幸せは社長の幸せなんで、昨日も私たちね、やりましたよね。社長はほっこり今幸せ気分をご覧みたい。社長がほっこりする。そうそうそう、社長をほっこりさせるのが不安だよね、せいなちゃんからしたらこっちに出てくるのがさ。不安ですけど、でもまあ佐々木ファミリーとか足場班とかやっぱ仲良くしてくれるんで、よかった。ハクと年近いし、それが一番、そこが一番いいよね。でかいですね。
やっぱさっきは家帰ってきてすぐ寝ちゃうとかがやっぱり週5とか週4とか寝ちゃうので話し相手もいない。確かにそうなりますよね。確かにそのバーベキューとかやっぱ開いてくれると嬉しい。楽しい。確かにそこでもどんどん繋がれますしね。でも結論タケくんはじゃあタケくんってことなんだからあまり動画上と変わりはなくみたいな感じ。翔くんとかみたいにじゃあその、ね、動画ではめっちゃ喋るけど実は無口とかカンタは無口そうだけど意外に喋るとかそういう裏表があんまりなくまんまってことだよね。良くも悪くもだそうです。視聴者の皆さん、タケさんはタケさんのままでした。タケさんはタケさんのままでした。ちょっと微妙な感じになっちゃいましたけどどういう風に見えます。でも逆にタケのこと家だと、いや家でもうち結構なんかテンション高めな人なのかなと思った。なんかもうとにかくでもせいなちゃんのことが大好きなのはすごく伝わる。うん、なんかもう大好きなん、あ、大好きなんだろうなっていうのがすっごい。まあ確かにそれはもう、うん、奥さん大好き、子供大好きみたいな、家族大好きみたいな。そう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 、家族大好きっていう感じがすごい伝わる。佐々木ファミリーよりあれかもしれない、ほっこり動画撮れるかもしれない。佐々木ファミリーはなんかもう暴れまくってますからね。みんなが暴れまくってるんで、ほっこり行きたいなら竹ファミリーですよね、やっぱかもしれん。佐々木ファミリーチャンネル解説ちょっと刺激が必要になったら佐々木ファミリーですね。あ、そうそうそう、刺激を求めた方はこちらです。とび職の方ご参加お待ちしております。みなちゃんバイバイできる？じゃあ最後のバイバイできるかな。ちょっとね、これから YouTube まで出てくれる。あ、ちょっとまだ早いよ。まだ早いかな。 YouTube 出てくれるよね。大丈夫。じゃあこれで増えたので女性陣がちょっと面白いことやっていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん優しいコメントをたくさんお待ちしております。このほっこり動画にほっこり動画にお待ちしておりますので、ぜひチャンネル登録もグッドボタンもコメント、はい、はい。で、皆さんそれぞれインスタも頑張ってますので、社員の方々、はい、インスタの方もイベントもやってるんでね。そう、概要欄から6月19日大阪で、はい、足場班の限定、とび職限定の名刺交換会とオンラインセミナーが7月にあるのと、はい、ゴルフイベントがもうあとわずかですけど、あーみたいなね、ゴルフのまだ多分それぞれ概要欄に貼ってある感じかな。本当あと残りわずかとかだけど貼ってるんで、ぜひご確認の方よろしくお願いいたします。お願いします。ねおちゃんバイバイしよう。じゃあ最後に皆さんでお願いします。せーのでバイバイしようか。せーの、バイバーイ。ガチほっこり。バイバーイ。